はい、皆さんこんにちは、モモンガとアラタ怖い今日はさささささバイバイはいはい今日は、宝塚今回は宝塚あるあるをね、はい、あの言っていこうと思います。まだ私たちは何一つ知らないので、はい、あの私が言うことに対して共感できるかどうかっていうのピンポンってなるかもしれない。ピンポンっていうの欲しいよ。欲しい。ピンポン買いや。今度買いに行こう。ほんま買いに行こう。百均に買いに行こう。百均売ってんの？分からへん。あれ欲しいよな。欲しい。ピンポン。だあドンキ行こうドンキ。あそれドンキにしよう。うん、じゃあ、まあ、宝塚あるあるを5つ言っていきます。はい。まず1つ目。ワンって言わへんの手で行く Once upon time America じゃあ1個目ワン劇場に入った瞬間貴族の気持ちになるえぇ、分からんけど分かる分かるやろ服装はめっちゃ宝塚っぽいのにしようって思うかもしようと思うけどなんか入った瞬間あのキラキラやかなあ、まあ確かにあんな劇場見たことないっていうね、うん、初めて行った時にホテルっぽいなんかおしゃれやなと思ったあそこ街がもう、うん、全体的になんかあの、ね、いい女ですって気持ちにはなる確かに分かる分かる構成変えたくなるもん貴族か分かるか分かるなんかのうん、なんかいい女感パーカー出ちゃいけんそうそう、 そういい女感出しちゃうなんかなんかそうそれ貴族って言ったらちょっとあでも共感してくれるかもしれんけどおどおどポーズかなみたいな分かるなんか分かるみたいななんかさ家やったらさ、うん、なんかみたいなうんうんうんなんていうのだるっとしてるけどみたいな感じやけどそうそうそうはいみたいななんか分かるけどちょっとせなみたいな感じになる分かるなんかあのねみたいないい女感出したくなるよねそう、いい女じゃないのにお互い、お互いないい女じゃないのにってお互いなだらしなくしてんのに な生活日々の生活、田舎でだらしなくだらしないのになじゃあ次二つ目はい福利厚生がえぐいよいしょ福利厚生例えばお仕事見返りってことお仕事してる時になんとか保険とかあるやん、うん、社会保険とかするの、うんなんかなんとか手当とか、うんうん、福利厚生って言うんやけど、うんうん、そう DVD 化も、うん、もちろんやっぱ中にはさ DVD 化ならん、うん、まあまあんねんけど、うんうんうん、DVD が発売されるのが宝塚公演した次の東京公演の劇場の途中とかも、そう途中に DVD が出ちゃうっていうどういうことみたいなすごいびっくりして仕事早いよねそうそうそれが思ったのが星組さんのゴッドオブスターズっていうね、うん、紅さんとあーちゃんの対談声があったんやけど、うん、ずっとそんな気にしたことなかったん、うん、普通になシャトルライブ行って、うん、ん？と思ってえこれ今やってんやんなと思って、うん、えちょっと待ってえこれ予約と思ったんやえ違うやんな並んでるけれども並んでるけどもうぶつ並んでるけれどもっていうえと思って、うん、え今やってんやんなと思ってすごい仕事早いよなすっごいびっくりしてほんまにうん、すごいよ、ね、いろんなカメラ撮ったやつを編集して洗ってこうやっててするから時間かかるはずなのにすっごい早いなCD 出すのすっごい早いすっごい早いびっくりする確かに確かにそう早いです、ね、あとスカイステージうんすごいねもう宝塚ニュースの早さがえぐい初日映像とか千秋楽映像とかのあれとやっぱ仕事が早い早い早いあとなんかその時にしている、うんうん、宝塚の公演また原曜とかワンセッター、うんうん、ナノステージっていう番組があんねんけど、うんうんうん、それで今のなんかこういうところにお気をつけてますとか、うんうん、っていうやつも出るしすごいすごいあでもそうなるとハロプロもすごいんだけどな YouTube のあそうなるいろいろ持っててそうハロプロもそういう面ではすごい福利厚生確かにすごいねんけどうん、どっちかというとやっぱ宝塚の方の福利厚生 DVD の出る速さすごいよねと舞台写真の出る速さはいはい今公演中で あのシーン良かったっていう写真がもうあるみたいなね、うん、すごいもうちょっとあんま高くないや300、まあ、300円の写真はそんな高くない大きさやもんな、うん、そう300円とか買っちゃいますよねついついね、うん、すごいほんまに福利厚生がすごいすごいでもうびっくりしました3つ目え2つん3つ目うん今すぐ2つ目福利厚生ってあそっかうん一緒やんなうちのジェニオとあるある3つ目
にゃあ。ガトボニート。じゃあ。三つ目。周りのご飯屋さんの値段が安い。安い。これはね、量多いのに安い。ね、安い。お腹いっぱいなんだよ。ありがとうって。もうなんか苦しみながら食べる。そうそう。残したくないから苦しみながら食べるけれども、すごいよ。すごい。すごいんだよ。宝塚ってさ、うん、なんか高いイメージ。そう、なんか上品やっぱ高い女でおらんなって思っちゃうから、そう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 。思ってご飯、うん、パスタっていうお店がね、うん、パスタさんってお店があんねんけど、こんなすごいこんな大きさ。すごいよ。あのもうすごいの少なくしてもらうけど。びっくりするほど多いです。すごいよな。パスタ苦しかったもん。700円ぐらい。1000円いかないんです。でもなんかセットで1000円弱ぐらいやったのに、アイスと飲み物とパスタで、すごい量のパスタで1000円弱とかあって、すごいよな。びっくりした。マジでこんなお腹いっぱいになって、こんな安いことあります？デザートまでついてくるんですけどみたいなテンションでした。みんなに言われる、え、宝塚って安いのみたいな。よくパスタさんに行くねんけど、うん、え、安くないみたいな。安い。もうそこの豚高菜ピラフが大好き。美味しかったね、あれ。美味しかった。すっごい好き。もあれ食べないと、うん、パスタも美味しかったしね。美味しかった、うん、あとね、いろんなお店があるんけど、うん、そこも安い。結構リーズナブルです。意外ですよね。素晴らしい。もうほんとご飯大好きやから、もうほんとね、あの周辺がもう素晴らしい。安くて美味しい。素晴らしい。ほんとに素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になってる。4つ目、はい、とにかく沼。沼ー！わかる？わかる。これはだって沼。目はズブズブと片足から沈んでいい。キュッてやる。ズブなんかね、でも入るまではかなり敷居高いよね、宝塚って。なんか、やっぱイメージが、なんかこう。進撃の巨人の壁みたい。そう、なんかすごいイメージやったから、やっぱ入りにくいイメージ、うんうん、やっぱそのお高いイメージあるし、うんうん、お上品なイメージあるし、うん、住む世界が違うような、なんかあのやっぱ大人の人が好きになるっていうイメージやから、こう入りにくいんかなと思いきや、なんかね、行ったら自分の気持ちもお高くなるから、うん、いい意識を持って楽しいですよ。なんかいつもと違う自分じゃないけど、うん、なんかまたやじゃり歌って二階堂くん好きって言ってる時とはこう、うん、ちょっとまた違う環境がさ、なんか大人になろうっていう、ね、雰囲気がね、スッてする。何かスッてするよね。そのコヒーキー様、まあ、好きな人が見つかって、うん、そうやな。あれ、この人はどんな作品に出てるんだろうと思って、どんな役なんだろうかね。で見て、うん、あー、こんな作品に出てるのねって思って、うん、次スカイステージとかで、うん、昔のやつとかをね、そう、昔のやつもあるし、うん、その人の普段の、あー、そうやな、こう化粧濃くないこのそう感じと、とあと、なんてやろう、組のみんなとの絡みとかな。そうそうそう、ワイワイしてるの。そうそうそう、わかるわかる、はいはいはい、この人ってこんな感じの方だったんだみたいな。なんか可愛いじゃん。そう、のどさんは。そうそう、なんかこの人こんなにお笑い系なのって思うとさ、そうそうそう、なんかちょっと親近感も。そうやねんな。なんか普通に同じ人間なんやって思う瞬間があるというか。うまあ見て思わへんねんけど。その時はさ、綺麗。そう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 。って思うねんけど、見た時に、あ、やっぱ違う世界の方なのね、みたいな。美しさがちょっとレベルちゃうかったみたいな。レベチでした。レベチでしたってなるけど、うん、でもなんかあの考え方とか、こう、なるほど、その流行り物が好きであったり、うんうんうん、犬が好きであるとか、なんかその、うん、あ、同じ、なんか人間なんやなっていう、うん、なんか、うん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 、思う瞬間は、可愛らしいなっていう。そう、やっぱり可愛らしい部分。そう、男男してる役を見てるけど、うんうん、こう喋り出したら、こう、ちゃんと可愛い女の子というか、なんか乙女な感じがね。そう。また、いや、よかったですね。そう、それを知った時に、なんか、壁がすごい高かったの、シュッ、嫌いな。なくなるね。なくなるね。ひょいひょい入って、もうズブズブ、もう壁のあっち側沼です。な。入っていかなくても勝手に吸い込まれる。ほんまに、これはすごいよね。すごい。ほんまに。沼がやばかった。想像以上にやばかった。うん。早かったもん、ほんま。早かったね。早かったね。ドンジュアン、そういったらドンジュアンで。ドンジュアンで早かったね。早かった。じゃあ次。最後。はい。これはね、アガネッチはかなり早かったかな、この過程。ん？化粧している状態でも誰が誰か分かるようになる。あそうやな、うん、今で分からない。女の人は分からんかもね。娘役の人はまだ分かる人と分からん人がある。トキさん、あの、永遠の、うん。
アンサーって言った人、すぐ分かったよ。私全然気づいてなかったのに。うん、そういうとこ。そうだな。こうね、大体宝塚は、うん、宝塚好きって言うと、うん、あの化粧やろみたいな。あ、そうそう。誰が誰か分からへんやんとか、この化粧してない方が可愛いやん、なんかかっこいいやんって。確かにそう。確かにそうって言っても、うん、まあ、その化粧ありき、でも元もすっごい、そう、綺麗な顔です、皆さん。はい。で、化粧が誰か誰か分からへんやん。うん、確かに私は最初誰が誰か分かりませんでした。誰だみたいな。そう、最初で誠さんと紅さんとあーちゃんしか分からなかったの。星組さんしか見てなくて。それ以外、ほんまにそれ以外の方も全然知らんかったし、うん、全然ほんまに分からへんかってん。でも、だんだんと、その化粧がしてるのに、何普通の人だと化粧してんのよ。からってこと、うん、慣れてきて、うん、だんだんその化粧してる顔でも、ああ、そうだな、普段の顔が。化粧してないのよ、私らからしたら。普段の顔がうっすら見えてるのも、わかるわかる。なんか、あっ、みたいな。っていうのが、宝塚あるあるかなと思って、うん、絶対わからへんやん、もう最初。はい、やるでしょってやるって、もう、名前も知らんし。名前わからへんねん、でも。ニックネームしか。ニックネームしか。名前やっぱ独特やから、皆さん。うんうんうん、漢字も難しいし。そう。漢字とひらがなの雰囲気似てたらもう、そう、だからこの漢字の読み方ちゃうとか。あ、そうそうそう。あるから、ニックネームでしか覚えられへんねんけど。そう。確かに。顔は多分覚えるの早いんやと思う。だから。うん、すごい早い。興味ある人は多分早いんやと思う。いや、マジで早かった。うん。えって思う。顔だけな。まだ生でも見てない時に、あ、この人この人やるみたいな、うん、っていうのが赤ネッチ早すぎて、あったね、さすがってその時すっごい思ったの。興味あることにはとことんタイプなんで。いやでもさ、そこまで興味があったわけじゃないよ。あ、そっか、なかった時やったな。うん、どうでした、私の提案した宝塚ある、なんか他にも思い浮かんだ、うん、特に。え、どうやった、わかった、あれ、うん、わかるわかる、うん、わかるわかる。よかった。あ、なんか、え、全然違うねんけど、みたいな感じ。じゃあ、そんな感じ。いや、そんな人じゃないねんけど。急に切り出すかなと。あ、待って。違うねんけど、みたいな。いや、ちょっと思ったことないわ。急にテンション下がるってなる。ってなるから。ああ、うん、うん、へえ。はい。喧嘩売りまくりやんな。もう、仲良くできひん、そんなやつ。お前やんな。いやもう本当ね、宝塚素晴らしいので、うん、まあね、ジャニーズ好きやし、うん、ハロプロ好きやし、うん、でもジャニーズ好きで宝塚好きな人もいるし、ハロプロ好きで宝塚好きな人もいるし、うんうん、ジャニーズ多分多いと思う。やっぱキュンキュンしたりとか、ね、うん、かハロイも好きな人もね、好きです、好き多いの、へえ、うん、マジで若い人、若い人なんかな。いやでもツイッター、何歳か分からへんけど、うん、ツイッターとか見てたら、へえみたいなっていうのがあるんや、あるから、なんか沼ってなんかね、なんかこう共通するのがあるんだろうね、思う、うん、でまあね、この宝塚あるあるも共感していただけると嬉しいです。いやもうコメントでもう皆さんの宝塚あるあるとか、他の会話あるある、こんなあるよみたいな、うんうんうん、いっぱいあるよとかあったら、ぜひ皆さんお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、ハートー、できひんねんけど、ハートー。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。